はい、こんにちは、パスガードフィットネスの白木アマゾン大輔です。今日はですね、まあ、こういわゆるこうボディロックパスってやつをやろうかなと思います。これもともと用語自体は知ってたんですよね。で結構 なんとなくボディロックボディロックって思って、これ実際やってみたら結構しっくりきたんです。で後で調べたら、やっぱこの形だったんだなと思って、これ多分こう脇差しが得意な人とか密着戦、まあ、変な人の四つ組が得意な人ってかなり使える技なんで、まあ、シェアしていきましょう。 GO! はい、ですね、まず最初にこの、まあ、脇がささない状況でもいいんですけど、まあ、こういう状況でですね、まず、脇側を、まあ、実際こうやって脇さす方の手っていうのは、こういうふうにしましょう。 で最終的にインディアンクラッチって言って、こういうクラッチにするので、この上側が相手に当たるようにします。だからこのまま腰を抱いたら下から通して、ここで、4つです。左の脇を締めながら、ここでこのままパスするんじゃなくて、相手に一回乗せましょう。足開いて、結構これかなり相手今自由が奪われてます。で足はしっかりハの字に開いておいて、ちょっとずつずれて、でここまでずれるっていうのが、このパスガードの特徴になります。でできればこの時に、まあ、この胴体、要は考え方としてはこのグレコなんですよね。四つ組なんで、結局ハーフの展開っていうのは、だからまあこっち側、この腕も一本こうやって入れちゃってもかなり良いと思います。このままでかなり強いですね。もうサバ折りの感覚で、ね、ただこれをこうするとあまり良くないです。なんで落としてしっかり拳が相手の、肩甲骨の下に乗るようにして、ちょっと抜いて、まあ、ここの足の抜き方っていうのはこう足開いて抜いてもいいし、まあ内割りでもいいんですけど、僕は基本的にこう足開いたままちょっとずつこう床につするようにして、ちょっとずつこの相手を削るように、最終的にこの腰を使って、相手の足をコントロールしてパスするっていうのをおすすめしますね。プラスでいきます。この状態から相手、まあ、こういうこの段階になってきたら腰を抱いて、で起き上がってくるのに合わせて持っちゃいましょう。しっかり持ったら拳をしっかり相手の肩甲で当てるんです。あとはこのまま乗せて、足開きながらワイパーとかして横にずれてパスガードしたら完成になります。以上です。はい、以上は、ボディロックパスの紹介になります。これはもう先ほどお伝えした通り、やっぱハーフの上の下の展開っていうのはそもそも四つの展開なんですよね。でまあ脇を刺した状態は、まあ、四つで考えるとかなり優位な状態でもあるし、この胴体側を、腕を挟んだりとか胴をクラッチしただけっていうのは、まあ要はサバ折りとかももろ差しですよねの状態なので、まあ、そう考えた時に、まあ、この、技って結構作れるかなと思います。まあ、よかったらこれは実際私はこう左側のパスが得意なんですけど、まあ、こう相手の組手の関係上、これこっち右の方が得意なんですよね。でこう右の方がしっかりやりやすかったりするので、結構左右で、まあ、片方両方使う必要はないと思うんですけど、意外にこう左は普通に巻きさせても、まあ、右はこっち側とかこうパスによって種類が変えられたりとか、まあ、得意の幅が広がっていくと思うんで、まあ、よかったら参考にしてください。あとこのチャンネル良かったと思ったらチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。